フロリダで始まってですね、今現在、世界100カ国に、成長しておりますね。現在ですね、ネットワークビジネス全て含めた、全世界のネットワークビジネスの、ナンバーのですね、成長率を今記録更新中というこのビジネスですね。このトークフュージョンの説明を入らせていただきます。 Facebook や Twitter というですね、世界中のインターネットのコミュニケーションツールというのがですね、ものすごい勢いで今成長している中で、このトークフュージョンは、ネットワークビジネスという分野でオンライン登録カード決済コミッション3分以内、会社から送られてくるグローバルキャッシュカードというのにですね、日本中の郵便局で、出し入れできると、とても最先端新しい形のですね、日本の今までお話ししたネットワークシステムとはもう真逆の形ですね。最先端を言ってる、仕組みになってますよね。すごいですよね。でアレクサというですね、インターネット上のそのランキングサイトあるんですね。アレクサ、ここでトークフュージョンは閲覧数のランキングで、世界中200億以上あるサイトの中で2028位とこまで出たんですね。これはとんでもない、上位 0.00% に入る、記録だそうなんですね。すごいですよね。でアメリカのメディアですね、 USA Today とか Forbes とかですね、こういった、一般のメディアにも、数多く取り上げられて、だんだんメジャーになりつつあるという状況ですよね。そしていろんなですね、一般企業もこのトークフュージョンのシステムを利用しております。日本にもネットワークマーケティングの会社が加盟する訪問販売協会とかありますよね。アメリカにもダイレクトセリングというですね、企業が、加盟するこういったですね、協会あるんですよね。健全に運営してくださいよということで、いろんなですね、会社がここに加盟して、健全運営をすることを目的としているわけですね。トークフュージョンもここに加盟しておりますよね。このようにですね、急成長しているこのトークフュージョン、じゃあ商品はと、これ自宅に届くわけじゃないんですよね。ダウンロードもインストールもしないと、メンバーになると ID 番号が発行されて、 ID とパスワードで会社のサーバーに入り込んでいくと、世界中このスタイルで、一切ですね、物のやり取り、商品が送られてくるってことはないわけですね。新しいですよね。8つの革新的な、インターネットのビデオコミュニケーションツールと、これが詳細になってます。例えば商品の中でですね、ビデオメールというのがありましてですね、これこの間ですね、やっと日本語版のビデオメールが完成しましたよと、日本語版と韓国版ですね、これはできましたという連絡来ましたよね。今メールというと文字のやり取りが当たり前ですけども、これ数年後には動画がついたメールのやり取りというのが当たり前になると、この先駆け的な商品ですよね。こんにちは、ハロー、ニーハオ、アニョハセヨって感じでですね、動画でですね、動く動画でメールがやり取りされるという新しい商品ですね。で当然ですね、Android や Apple、iPad とか iPhone ですね、こういった現在のタブレット系の製品にも当然対応していますよね。トークフュージョンのこの商材ですね、簡単に言うと、インターネットで例えばビジネスをする際に、もちろん個人でもいいんですけども、法人でインターネットで例えば何が販売したいとかですね、いろんなビジネス、ありますけども、それをする際に必要なインターネットツールが全て入っているのがトークフュージョンの商材なんですね。先ほどのその集客ツール、あるいはこのビデオメールもですね、他社製品でだいたい2000円から3000円とかしますよね。これはこれら全部入ってトークフュージョンの製品は月額3000円以下と、安いですよね。ちょっと補足でですね、アメリカの300社ほどですかね、ネットワーク企業の企業のいろんなですねテンプレート、アムウェイはじめニュースキン、いっぱい会社ありますけども、その会社のデザイン、商品とか載った、で自分の映像をはめ込んでメールを送るテンプレート、これが2、300社入ってますね。これちょっとびっくりしたんですけどね、他社のテンプレートがもう入ってしまってる、提携してるんでしょうね。びっくりしました。あとこのウェブ会議システムですね、他社でだいたい導入で約5万円とか、月額4、5千円かかったりしますよね。スカイプっていうのもありますけども、基本は無料なんですけども、こういったウェブ会議のシステム、月額1000円で25人以下と、
という人数制限があるんですね。冬季フュージョンの場合ですね、これが人数無制限で世界中で参加できる、ウェブセミナー、これ日本でも、毎日9時とかやってますよね。世界中で、会議セミナーというのをやるツール、これも入ってですね、月額3000円以下と。はい、それではですね、登録について、まず、ビザかマスター決済のための、クレジットカード、これはデビットでも構いません。ビザかマスターを用意、してくださいと。と、運転免許証もしくはパスポート身分証明の、ものを用意してくださいと。そして、パソコン開いて、入力していくだけなんですね。紙は一切使いません。ハンコもしませんと。で、登録は2種類あります。まずはワンポジション、現在$250、円高ですから約2万円ですね。3ポジション、これは、ちょっと、稼ぎたい人向きというかですね、ビジネス意識のちょっと高い方向けですかね。3ポジションで3箇所で収入を取ると。これが、3倍、3つですから、約6万円。で、両方に、リピート$35、これも3000切るんですけどもね。これも加わって、例えばワンポジションですと、だいたい今2万3000円ぐらいですかね。3ポジションで6万3000円ぐらいですか。いう形で、クレジットカード決済で、それすべて入力して、すぐ ID が発行されてすぐ活動できると。一切紙を使わないという形ですよね。こういった形で全てオンラインでですね、世界中100カ国以上で、日本からどの国の方でも、リクルートできるという形ですね。全て、パソコン上オンラインで、展開されているわけなんですけども、ちょっとびっくりしたんですけども、会社からグローバルキャッシュカードというカードが送られてきて、日本では郵便局で全て出し入れできるんですけども、決済が終わって、プログラム計算、ボーナス計算すぐ、瞬時にされて、3分以内にコミッションが、入ってきます。これはちょっとびっくりでしたね。すごいですよね。はい、では、トークフュージョンのマーケティングプランですよね。とてもシンプルでオーソドックスな、バイナリーシステム、これを採用しております。よくですね、バイナリーは肩伸びするからねなんてことを、ちらほら聞きますけどもバイナリー以外だったら肩伸びもしないじゃないっていうのが、僕思うんですけどもね。トークフュージョンのシステムは、シンプルなバイナリーシステム。まずですね、左右に1対1揃うと25ドルが、瞬時に発生しますと。それと、取得条件は左に1人、右1人、1人ずつで OK と。それと、1週間の上限ですね。これが5万ドル。今日本円で400万円ぐらいですか。1週間で5万ドルですね。僕1ヶ月だと思ったんですけども、1週間と。っていうことは、1ヶ月ですと、1600万円って、1600万円って、そんなにいらないって感じですよね。すごいですよね。で、まず1つ目が、直接紹介手数料、ファーストスタートボーナスですね。ワンポジション1人紹介ですと、20ドル。100円計算ですと2000円と。3ポジションですと、3倍の60ドル、約6000円と。これが、最初の、登録で1回入るんですね。直接紹介手数料。次、ブロンズメーカーボーナスですね。これ紹介手数料にちょっと似てるんですけども、30日以内にご自分が紹介した方が2名を紹介達成した場合、20ドル自分にも発生しますよというのがブロンズメーカーボーナスですね。はい、チームコミッション。これは、バイナリープランの基本ですね。トークフュージョンの、プランでも基軸になっています。左右1対1で25ドル。これはレベルでなくてボリュームなので、どこの場所にいても1人。左右左に1人。右に1人。これで25ドル。5件ですと125ドル。ね、この形で、すぐ1対1ですぐ、これも瞬時に、グローバルキャッシュカードの中に入ってきますと。取得条件はもちろん、左右に1人ずつですね。それと注意点なんですけども、一人目の紹介は、必ず伸びてる方、左右のどっちか伸びてる方に落とすと。そうしないとポイントが、消去されますね。パワーラインということで片方、アップラインとダウンラインと自分で、全員でこれ相乗効果で伸ばしていくのがこれ、バイナリーなんですけども、トークフュージョンの場合、一人目を全員伸びてる方につけることで、片方は必ず大きく伸びていくと。こういうシステムになってるんですね。一人目は大きい方につけましょうということですね。チームコミッション1対1で25ドルと。次、メガマッチボーナスですね。バイナリープランではもうおなじみだと思うんですけども、このメガマッチ。
メガマッチ、メガマッチボーナス。このメガマッチボーナスですね、ご自分が直接紹介した方の受け取った収入の 10% が、受け取れるというですね、こういう設定になっております。紹介した方の収入の 10% メガマッチ、はい、リゼジュアルインカムですね。リピート購入に対する35ドルに対して、どういう計算されるかという話ですね。5対5、5件5件、35×5は170ドルですね。先ほどの入り口は250対250で25ドルでしたけども、リゼジュアルの場合ですね、5対5、170対170で同じ25が発生する。ちょっとお得なんですよね。リピートに対してもこれ瞬時に、インスタントペイで、すぐ支払われますと。すごいですね。はい、次のアドバンスメントボーナスですね。これは昇格した際に、おめでとうということで、取得するボーナスですね。1000ドルから5000ドルまでダイヤモンド以上ですね、昇格する際に取得できます。でリーダーシッププールですね。これは、ブルーダイヤモンド以上のタイトルを取得した、世界中のメンバーリーダーで、世界中の売上の 1% をシェアすると、こういうボーナスですね。取りたいですね。はい、そして、アメリカの企業でよくありますね、このカーボーナス。トークフュージョンにもこのカーボーナスよ、あ、これお袋のママチャリ、母さん自転車出しっぱなし、すいません本当に。はい、改めましてこのカーボーナスですね、トークフュージョンのカーボーナス、メルセデスベンツのですね、リースボーナス、3スターというタイトル、左50右50ですね、50対50を4週連続これをクリアすると、3スターというタイトルにね、昇格しますけども、こうなりますと、メルセデスリースボーナス600ドルですね、これが、取得できて、ベンツこれに乗るわけですね。世界中どんどん乗り回してどんどんですね、ぐんぐん行ってほしいですね、もうね。はい、ということでですね、トークフュージョンに関して、一通りの概要説明させていただきました。2014年までにはですね、インターネット上のこのやり取りですね、 90% 以上が動画になりますよと、こう言われてますよね。こう時代は、Twitter や Facebook ですよね。こういったものが世界中席巻してますよね。まさにこれタイミングは今なんですね。タイミングは今ですよ。